ですね、皆さんこんばんは。こんばんは。MRI 増田総研の増田と言います。で、今日はですね、ちょっと少し真面目な話をしようと思ったんですけど、実は私が今顧問している会社がありましてね、今こちらに株式会社マイ株ですよね。はい、マイ株です。株式会社グラシアさんのグラシアスさんのですね、松本社長に今日は来てもらいました。本当は今日はありがとうございます。 ありがとうございます。で、グラシアさんが何やってるかと言いますと、後で松本社長にはね、いろいろ説明してもらいますけど、節電ですよね。はい、はい、で、主にどういったところの企業さんの節電がするのは得意なんですかね。月30万円以上電気料金を使ってる会社さんで、それは動力で100ボルトで、低圧でも高圧でもどちらでも大丈夫で、まあ何種類かの、一番こうメインでやってるのは2つの、特許を取っている節電商品を、はい、機器に取り付けて削減するっていう。だいたい何パーセントぐらい削減できるんですか。だいたい10%ぐらい。すごいですね、はい、じゃあ30万円ぐらい以上払ってるところですよね。そうですね。一番大きいやっぱ冷凍倉庫とかが多いんですか。冷凍冷蔵倉庫さんとか、スーパーマーケットさんとかだとかなり安くなるんですけど、まあ動力で、動力で月、100万円以上電気料金使ってるとこを削減するタイプの特許商品と、それ特許持ってるんですか。はい、すごいですね。それとそれと業務用のエアコンとか冷蔵冷凍庫に対してのこの冷媒の効率を上げて、そこの冷媒に対して、15% から 20% ぐらい削減する商品。なるほど。こちらも特許を取得していて、でこれは、月30万円以上の電気料金を使っている場合に、削減効果がありますんで、この2種類をこう組み合わせていろいろご提案しているというような感じでございます。今実績としては過去実績で何件ぐらいあるんですかね。我々からの導入でもう200箇所以上は多分ついてると思います。もともと社長がそれに、行こう、そういったことを事業にしようと思ったきっかけって何だったんですか。はい、弊社の株式会社グラシアスっていう会社は、2013年、ここに出てますよね、グラシアスさん、はい、大阪が本社で東京は神田にございます。はい、それ、私も神田にお邪魔したことあるんで、はいはい、ありがとうございます。で、今12期目、11年目の会社でございました。ありがとうございます。会社概要、私が創業をしている会社でございます。2013年の3月一日に立ち上げておりまして。大きくなりましたね。はい、はい、で、元々はですね、大手の通信会社営業会社で、働いてましたので、そこから独立して会社用の携帯電話とか複合機とか某 S さんがいたところですね。そうですね、有名な、はい、有名なそういった形の営業会社、私よく知ってますけど、その有名なところにいろいろ教えていただいて、なるほど。で、立ち上げたのは次のページ行っていただくとですね、もう私ども法人様向けのコストの削減をしている会社で、法人専門ですか。専門です。個人様は、のプランは持ってないんですけども、なるほど。法人様専門で紹介営業という、基本はこういう携帯電話とか複合機とかの販売する会社っていうのは、テレアポとかですね、そういうのが多いんですよね。はいはいはい。で、僕自体がテレアポそんなに得意じゃなかったっていう。なるほど、ね、やっぱ訪問系ですか。はい、訪問なんですけど、紹介訪問ね。紹介訪問なんですよね。ピンポン突然押すとかも得意じゃなくて、増田さんみたいなこういう人脈のある方に紹介をしてもらって、一応今グラシアさんの顧問を拝命してるもんですから、はい、よろしくお願いします。で、そういったもうビジネスをすごくやってきた方で、いろいろなこの人脈のある方に、大体はこうトップ営業というか、その企業の社長を紹介していただいて、コストの削減を提案しています。で、これはもう12年間ずっとやっておりまして、最初は会社用の携帯電話だけを安くして、複合機とが後から増えて、で、その後はですね、お客様が運送会社さんが多かったりとかっていうのもありまして、防犯カメラないのかとかエアコンないのかとかっていうので いろんな商品を増やしてったんですけども、もう今は通信でいうと会社用の携帯と複合機だけ
にしておりまして、他のインターネットとかなんかそういうのをお客様にお問い合わせいただいたときは、知り合いの、もう専門で僕たちよりもこう能力の高い、通信も、通信って言ってももういろんな分野があるので、そういう強いところをご紹介してあげるみたいな、逆にね、はい、あ、なるほど、感じでございます。僕らが強いところは会社用の携帯電話と複合機でございます、はい、会社用のね、はい、法人向けて書いてありますもんね。そうですね、はい。で、それでいろいろ会社を立ち上げてですね、いろんな、法人向けの削減の商品も、10アイテムとか20アイテムとかやってたんですけども、昔はね、はい、はい、なんですけれども、もう専門的に行こうと、はい、っていうのと、はいはい、あと2022年からですね、電気料金がすごく上がって、上がりましたね。昔も5年前、10年前も新電力やったりとかですね、はいはいはい、LED 照明販売したりとかっていうのはやっていたんですけれども、まあ僕が無知だったっていうのもあるんですけど、今回の2022年からはもうちょっと異常なぐらい電気料金が上がっていて、上がりました、はい、で、電気料金安くならないのかという、お客様だったりとかの声が多くて、電気料金を削減するとですね、次のページですかね、GX 事業と呼んでるんですけれども、はいはいはい、グリーントランスフォーメーション、はい、はい、電気料金を削減するとですね、まあ、電気料金というか使用電力量を削減すると電気料金が削減できるんですけども、電力を使わないと、使わないだけでそれで CO2 の排出量も大幅に削減できるというので、やっぱり社会貢献したいなというのはずいぶん前から思ってたんですけど、得意分野じゃないところで、例えば、幼稚園やってみようかなとか、飲食店とかっていろいろ考えたんですけども、得意なものじゃないと多分うまくいかないなと、はい、さすがです。で、僕たちは、法人様のコストを削減するのが得意なので、これでお客さんに喜んでもらいながら環境に貢献できたら嬉しいなというので、今僕がこうこの GX 事業に関しては、グリーントランスフォーメーション事業に関してはもう僕が、事業部長みたいな形で、社長自らね、はいはいはい、でも事業を組み立てて、まずは、2022年から、この次世代節電ユニットエコモっていうものを販売し始めました。ちょっとそこエコモのところちょっと拡大してもらったらいいんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。左側です、青い箱ですね。青い箱ね、はい、でこちらは、はやぶさホールディングスさんっていう会社さんがメーカーでございまして、特許を取得している商品です。でかなりの大手企業さんも、導入していただいておりまして、私ども以外のもともとのもう10年前からすごく、有名な企業様、誰もが知っているような企業様の工場が多く取り付けていて、なるほど、やっぱりあの動力を使っている工場ですよね。そうですね、動力をね、はい、もうあのこちらは、高圧オンリー、高圧オンリーで、なるほどなるほど、高圧の電気の動力を削減するというような商品でございまして、平均 7% 最大 15% 削減できるという。高圧っていうの、はい、高圧、ちょっと素人発する申し訳ない、高圧の定義って何ですかね、はい、高圧の定義っていうのは普通の低圧よりもこう、あ、高圧大きくてキュービクルがある、あ、キュービクルあるやつね、はい、キュービクルの中のトランスっていうのにこのエコモっていうのを取り付けます。トランスね、はい、はい、で、こちらは、今はもう2000何百箇所かっていうのがついてるみたい で、ね、まあ、僕らだけではそんなに販売できてないんですけれども、いろんなこう全国に代理店さんがいて、これはあのリースなんですか、レンタルなんですか、買い取りなんですか。基本は買い取りなんですけども、レンタルメーカーさんのレンタルやリースもあります。なるほどなるほど、はい、で最大で平均 7% 削減ってすごいですよね、これ。そうですねでマックスで 15% 削減できる場合もあるんですか。はい、15% 削減だともうね、月間100万円使ってるところが毎月15万円、安くなるんで、年間で180万ですかね、うんうん、が削減できてっていうようなもので、投資回収も今、削減のパーセント変わらなくてもですね、はい、まあそうですね、投資回収のことで話してもらったらいいんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、大体、2年から3年で投資回収できましてですね、耐久性は15年なので費用対効果がかなり高いですと。で15年って言ってもおそらく20年とか25年ぐらい持つんじゃないかなとは僕は思ってるんですけれども、はい、すごい。で次があの R オプチマイダーってやつですね。あ、
そうですね。はい。R オプティマイザーっていうこと、右の方、これは、スバルテクノロジーさんっていう会社さんが特許を持っていて、で、業務用のエアコンや冷蔵冷凍庫、この室外機があるもの、で、フロンガスを使ってるもの。フロンガスを使って室外機あるものね。はい。で、このフロンガスがですね、新品からこう1年近く経つと、フロンガス同士がこう、くっついてきてですね、まあ、プラスとマイナスの性質があるんですけれども、で、まあ、クラスターといって、まあ、血管でいうこうドロドロ血みたいな感じになります。それでで、車のやつも、車のエアコンもそうなるんですかね。なります、なりまああ、なす。るほど、なるはい。ほど。で、まあ、流れが悪くなるので、この R オプティマイザーっていうとこからこう、まあ、マイナスの電子が流れて、まあ、ビビビビビっていう、こう固形波っていうのが流れてですね、でそうすることによってプラスとマイナスがくっついてたものがプラスはプラス、マイナスはマイナスみたいな感じで整流化して流れが良くなります。血管でいうと、ドロドロ血がサラサラ血になって、電力のロスがなくなるんで電気料金が安くなりますっていうようなものでございまあ、僕がね、この間御社の技術の方から聞いたのが、人間と一す。緒でね、やっぱり人間の心臓があるじゃないですか。で、心臓も血液がドロドロだと心臓に圧迫がかかりますよね。そうすると、まあ、心臓の燃費が悪くなるっていう形を聞いたんで、それと同じことですかね。おっしゃる通りです。おっしゃる。まあ、これでも本当に電気詳しい人からしたらおっしゃる通りじゃないんですけど、まあ、素人から言うと、でもまあ、まあそんな感じなんだね。そんな感じです。すごいね。でもお客さんやっぱり喜びますよね、やっぱこんだけね。マックスでだって40%削減で、ね、平均20%削減ってすごくないですか、でも。ありがとうございます。で、まあ、20万円以上って書いてあるんですけど、30万円以上の方が喜んでもらえる、こう、なるほど、なるほど。40%とか言っちゃうとすごい安くなるんですけど、まあ、平均20%ぐらいで見ております。で、あとはですね、レンタルで縛りがなくてですね、あ、そこ、あ、もし、有利だと、はい、削減が、まあ、お約束した削減、まあ、基本的には10%をお約束してるんですけども、これがいかなかった場合はもう返金しますっていう返金保証もつけているので、レンタルで縛りがなくて返金保証があるので、ほぼほぼレンタルリスでク縛がない。りがなくて返金保証がある。もうリスクないですよね。で、導入していただいて、満足してもらってるから使い続ける。もう来月やめちゃうでも、それはそれでやめていただいて結構ですしっていうような形でやらせていただいてるんで、継続してもらえばもらうほど、まあ、お客様に満足してもらってるのかなといすうごふういですに。ね。で、こちらは、まあ、スーパーマーケットや、冷蔵冷凍倉庫、業務用エアコンの、電気料金の削減っていうのはいろいろあるんですけれども、冷蔵庫とか冷凍庫削減する商品ってあんまりなくてですね、すごく画期的な商品でございます。それは室外機につけるの？それ室外機に、室取り外付け機にます。くっつけるんだ。今これの、だから、今 R オプチマイザーっていうのがやっぱり、対象とするのは、これを見てる、じゃあスーパーの経営者向けですね、これは。そうですね。ただ、あとはどういった会社がいいんですかね、具体的に。パチンコ店さんあ、だっパたりチとンかコではす B ね。店ね。あとは意外と介護施設、病院もかなりお安くなってまして。病院っつってもあれですか、地方にあるような大規模病院ですか、それとも診療所クラスでもいいんですか。診療所、いや、ベッド数が100床以上あるとかってなんかないんですかね。ベッドがあれば、ベッド数がそんなに多くなくても、まあ、病院で、診療所よりはもうちょっと中堅規模ぐらいな病院であれば、大体は安くできます。そうすると今、社長の会社の主な売れ筋商品としては、エコモと R オプティマイズ、その2つですかね。そうです。素晴らしい。ありがとうございます。なんか喋って。なんか喋っ てなんる。か喋って。次のページなんかあんのかな、まだ。次のページはもうないんじゃないかSDGs。SDGs になりましたね。SDGs、そうですそうね。ですね。それで、まあ、個人的なことなんですけど、社長は今、あれ、まあ、言っていいかどうか分かんないけど、
お子さんとか奥さんがマレーシア住んでんですよね。そうなんです。思いっきりめっちゃプライベートめっで言ちゃプライベートだけど、まあ僕もやっぱりずっとアメリカ留学してたんですけど、ああ、すごいですやっぱりまあこれ YouTube なんで、真面目な話ばっかりすると面白くないんで、はい。なんかその辺の子育て論みたいなものあったら喋ってくださいよ。まあ、僕は千葉県出身で、で、前職の時に、名古屋に転勤して、大阪に転勤して、結婚して独立しました。結婚して独立したの。はい。あ、すごで、い名古ね。屋の時に大阪に彼女がいて、それ結言っていいん婚ですか？しに大阪行った。それが、嫁さんで嫁す。さんね、よかった、びっくりした。そりゃそうだよね。はい。で、まあ、5個上の寅年の、年上の女房なんだ。はい。あら、すごいすごいすごい。なんで、しっかり力関係が10ゼロというか、10ゼロね。100ゼロというか、1000ゼロというか。まあでもね、やっぱり 僕もね、やっぱりアメリカに2年住んだことあるんですけど、やっぱりまあ当時は気がつかなかったんですけどね、やっぱりやっぱり英語をちゃんと習わしてね、まあ、僕も今でも思ってるんですけど、中学で3年間で、高校で3年間で、まあ、一応僕も大学で1年間英語を習ったんだけど、結局ね、7年間も英語を習って喋れるのは日本人だけだもんね。本当それはね、まあ、この YouTube 番組何を喋っていいもんですから、まあ、本当僕はね、日本の、英語教育をね、しっかりやらないと、日本はね、本当国際社会から俺遅れちゃうと思う。本当それもう心底そう思ってます。で、僕の場合はまあたまたまなんだけど、ラボという、そのラボ教室っていう英語の塾に実は小学校3年から入ってて、小学校3年、4年、5年、6年で、中1、中2、中3、高1、高2、高3、11年英語習っても、まあ、僕は29歳で社会人留学したんですけど、やっぱり最初ね、英語が分かんなくて泣きましたよ。で、アメリカ最初行った時にね、240とか言われて、まあ、これ2ドル40セントなんですけど、240って言ったって分かんないじゃないですか。で、それでね、29歳でね、もう11年間英語を習ったんで、少しはいけるかなと思ったら全然通じなくてね。で、それでまあ、アメリカのアクロン大学っていうところの ELI に入ってですね、まあ、2年間にわたっていろいろ向こうの生きた生活をしたんですけど、やっぱりそれで、やっぱり実際まだ自分でアメリカ行ってですね、日本語が話せない環境に行かないと、なかなかやっぱ英語って覚えられないもんね。もう本当そうですね。すごい。だからまあ、社長のね、ご子息さんが、まあ、やっぱりインターナショナルを目指すということで、やっぱりそういったことを実践されてるなっていうことを聞いて、自分もうちの息子と娘にはね、やっぱりそういった教育をしてあげたかったなと思って、それは今から反省とか羨ましいなと思ってます。まあ、僕がもう全く喋れないん全です。く喋れ全ない。く喋れない。文法がちょっと分かるか分かんないかぐ文らい。法が分かるぐらいね。で、聞き取れないんですよね。まあですよね。なんで、もう、Google 翻訳で、なんとか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 ってお願い、なんとか、ビールとかウイスキーとか、なんかそんな、そういう感じになってて、ああ、なるほど、まあ、なる押ほし付けがましい感じになるんですよね。で、やっぱり、マレーシアって、多国籍民族なんなるほど、なるほど。ああ、なるで、ほど、なるほど。もう、マレー人、インド人、中国人、それ、ジョホールバルじゃなくて。クアラルンあ、クプアールでンす。プル、で、日本人、韓国人がなるほど。一番あ、じ多ゃあ、あれ、タワーが2つ立ってるとこね。い。あ、そうです、ですそうよです。ね。で、まあ、なんで、結構みんな片言の英語なんで、アメリカに行ったら通じないけどっていうレベルですけど、やっぱりその学校によってイギリス系とかオーストラリア系とやっかぱ英の、語の訛りがあるんですか？そうですね。ああ、なるほど、なるほど。なんで、アメリカ英語とかイギリス英語が喋れるとすごいなって、一目置かれるというか。ああ、なるほど、なるほど。でもすごいね、でもね、やっぱり国際人育てることはやっぱりやっていかないとね。だから本当に僕はね、日本の英語の教育はね、まあ俺もグラマー嫌いだったんだけど、最初留学した時ですね、三単元が分かんなくてね、まあ、これ中学でね、三単元ってサードパーソンシンギュラーって言うんですけど、まあ、多分これ留学中の友達見てたら怒られると思うんだけど、社会人留学した時ですね、29歳で留学したんですよ。その時たまたま同級生で早稲田を、休学してきたやつとか、あとはね、アジア大学を休学してきた人とか、あとは、
ね、高校を卒業した人とかの中に混じって、29歳のじじいがですね、同じ英語学校に通ったんですよ。ただ最初ね、3単元が分かんない時にもうバカにされてね。でも申し訳ないけどね、アメリカ行って分かったのは、やっぱり単語をちゃんとね覚えて、単語さえ覚えてつなげていけばですね、多少 S がなくても、ね、サードパーソンシンギナーって、そのね、ダズとかドゥとかね、分かんなくても、やっぱり通じるなって分かりましたよね。通じますね。だから日本は、まあ申し訳ないけどね、まあ、日本の英語の先生に申し訳ないんだけど、やっぱり会話ね、で日本の先生自体が会話できないんで、もう僕は日本の教育をですね、英語教育に関してはもう全員もうネイティブのアメリカに変えてね、でブリティッシュ・イングリッシュも悪くはないんだけど、やっぱりなんだかんだ言ってアメリカの英語が通じるんで、アメリカの訛りの、アメリカの英語という外人の先生を、どうだろうね、何万人、5万人とか、政府が5万人とかね、集めて、そうね、それでで日本は全部もう、トランスレーション、いや、ヒアリングとですね、あとスピーキング、で、グラマーなんてもう、うんこみたいな、クソくらいみたいな形でやってもらった方が俺は絶対いいと思う。そう、まあ耳が一番、ヒアそうリングなが一んだ番だよ、と思いまそうす。なんだよ。だって、アメリカ行ってね、2ドル50、2ドル40セント、240とか、220って言ったって分かんないんだよ。220って2ドル20セントって意味なんですけど、220って言ったって分かんなくて、本当ね、俺29歳の時泣きましたよ。で、たまたまオハイオ州のアクロンっていうところに町に行ったんですけど、なんでアクロンに行ったかっていうと、日本人がいないそうだ、いないんじゃないかなと思って行ったんですけど、やっぱり日本人はやっぱりいて、で日本人は日本人でこう固まっちゃうんだけど、あんまり良くないんだけどもね、まあそれでもですね、やっぱりなんとか29、30で、まあ、英語が喋れるようになってよかったなと思ったんで、本当社長のご子息さんが今習ってるって話を聞いて、本当羨ましいと思ってます。海外に行って思うことが、こう日本に戻ってくると、日本のやっぱり日本の食事とか、衛生的なとか、建物とか、あとは水回りとかお風呂とか、素晴らしく美しいなと。あと、まあこう思いやりのある人たちのが多いまあ文国な化んで、ね。なんで、海外に行って戻ってきてる方、行く時間が長い方が日本の良さが分かるんじゃないかなっていうのは。海外から見た日本ですね。で、僕はやっぱアメリカで行ってびっくりしたのがですね、アメリカ行くとニュースがやっぱり世界が中心だもんね。日本だとやっぱりね、アジアとか、まあ、よくあるのは韓国とか中国とかアメリカだけなんだけど、やっぱアメリカ住むとですね、もう世界中のニュースがやっぱ流れるもんね。まあ、そういった点なんで、まあ、ぜひ、まあ、これを聞いてる皆様、経営者の皆様、今日はこれ、まあ、MRI 増田総研の愉快な仲間たちのあれなんですけど、ぜひ今日の主題である、グラシアさんに、経営者の方々に申し上げたいのは、特にあれ、パチンコ店の方とか、あとスーパーマースーケッパートマーのオケッーナート、とか、どんどん言ってください。冷蔵冷凍倉庫、工場の電気代が高い、まあそういった、病院とか介護施設とか幼稚園とか、なるほど。そういった電気料金が上がっていて、ちょっと安くしたいなと、もういいよ。電気料金が上がって困ってるなというような、企業のオーナー様は、ぜひ株式会社グラシアス にそうですご連ね。絡いただければと思います。で、株式会社グラシアスですぐ検索引っかかってきますもんね。で、これ、YouTube のアーカイブにもですね、一応連絡先はつけとくんで、ありがとうございます。まあ、ぜひ、まあ、私もグラシアさんの顧問をやってるんで、やっぱり紹介料を増やさなきゃいけないっていう使命もあるんですけど、やっぱり今日社長自身がね、こうやって喋ってくれて、いい商品が分かったと思うんで、ぜひ、電気料金を削減したい方いらっしゃったら、ぜひ株式会社グラシアスという形で検索していただくとすぐ出てくるんで、だって SDGs でも役に立ちますもんね、やっぱね。ですよね。で、まあ、私事なんですけど、私実は、まあ、今日は松本社長はね、法人向けの工場とかなんですけど、実は私も住宅のですね、要は電気を買わない住宅を今推進してまして、素晴らしいです。まあ、オフグリッドハウスっていうんですけど、まあ、これはまあ、ある会社と組んでですね、人工知能を使ったヘムスという、ホームエネルギーマネジメントシステムっていうんですけど、それを使うことによってですね、また家の電力も今削減する方策もやってるんで、そうするとね、グラシアさんの松本社長と組んで、法人向け、工場向けスーパーができて、でしかも住宅もできればですね、本当いいと思うんで、
ぜひこれを聞いている皆様、問い合わせはグラシアさんでお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ本当に今日は社長ありがとうございました。どうもです。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。ちょっと休憩挟んでまた第2部入りますんで、皆さん1分間お待ちください。第2部始まりました、はい、こんばんは、こんばんは、MRI 増田総研の増田といいます。で今日はですね、実は住宅ローンに関しての大先生をお招きしてましてですね、ちょっと漢字が難しくて、私これ見ながら喋りますけど、フォームローンドクター株式会社の、小郷典明社長、今日本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。でなんでこんなことをやるかっていう一つ目的を言うとですね、まあ、MRI って会社、まあ、今まあ、私もですね、4月に作ったばっかりの会社でまだ出来たてなんですけど、まあ、住宅関係とか、あとはまあ各社の顧問をやったり、あとは今第1部で電気代を削減するっていう形で、やっぱり SDGs とかね、そういったものに特化したことをやってるんですけど、さっきの第1部もそうでしたよね。やっぱり住宅ローンではなくて電気代を節減すると。で今回の、ホームローンドクター株式会社の大郷社長もですね、住宅ローンを通んなかった方をですね、まあ、先生天才なんで、どうやったらその取りやすくするかっていうことのノウハウというものをですね、工務店さん、まあ、特にこれ聞いてる全国の工務店さんに申し上げたいのは、ぜひですね、住宅ローン落ちて受注が起こったよとか、ね、今ね、先生資材が上がってるんで、資材が上がってるんで、やっぱり当初のよくあるのが、例えば資材が上がる前の1年前に行ったら住宅ローン随分取りますよって言ってもですね、例えば半年経って1年経っていくと、やっぱり資材上がってるんで、見積もり価格が上がるじゃないですか、はい、そう住宅ローン通んないですよ、そしたらね、はい、じゃあそしたらじゃあ皆さん家が買えないのかって話になるんで、そこをですね、先生が今日救いの手を出したということで、はい、私がペラペラ喋ってもしょうがないんで、実際問題これを聞いてる工務店さんの経営者の方々、ぜひですね、ホームローンドクターの大郷社長に、問い合わせしていただいて、住宅ローン通らなかったお客様をなんとか通す方法論があるんで、そのノウハウというか秘策をですね、今日はちょこっとだけ話していただきたいと思ってますんで、先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ私はちょっとチャックを取り入れるんで、ほうちゃんと、はい、一応うちの北条がですね、はい、大郷先生の担当なんで、はいはい、私はちょっと しばらく黙ってますんで、はい、MRI の本日2回目の出演させていただいております、今日は目が真っ赤なんで、そうですね、まだ20分あるんで映ってなんかないと思うんですけど、真っ赤なんで、すいません。MRI の北条隆です。今日はですね、もう20年近いんですかね、もうだいぶ長い間お付き合いいただいてまして、今増田の方が申し上げた住宅ローンを通らない方を通しやすくする方法がまず第一点で、もう一つは、私も住宅業界、増田と一緒に長いんですけど、住宅ローンの選び方、これを、まあ、本当にね、なんていうの、目から鱗というか、知ってるようで知らなかったこと、
なるほで、住宅会社も不動産会社さんもプロなんですけど、だいたい銀行に任せっぱなし、定型銀行の定型ローンというのをお客様に勧めて、私も勧めてきました。ただローンを選ぶっていうことが、えっていう、本当今日これからお話しいただきますけど、ローンにこんな種類があるんだと、で選ぶこと1個間違えたらこんなに損するんだってことが分かりますんで、ぜひちょっとあの社長の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速画面の方をお願いいたします。はい、じゃあ次に行っていただいて、はい、スマートライフパートナーっていう、ソフトを作ってまして、はい、まあ、こちらの方は最初にちょっとお話があった、資金計画を作成しながらお客様がお家が満足して買えるようにっていう、例えば、今お話があった通りですね、資材価格とか、はい、土地もちょっと上がってたりとか、それからあの職人さんのあれも上がってるので、どんどん上がってて、例えば前は3000万円で建てられたお家が4000とか4500とか1000万も上がりますか。そうですね、そんな感じで、で例えばあの作る時期を悩んでて半年経ったらもう何百万か上がるなんてこともよくあるので、まあそういうような感じでお給料が同じように上がってなかったりするんですね。上がんない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 。そうするとローンが厳しくなったり、例えば通ったとしてもこのままお家買っていいんだろうかっていう不安がですね結構多くて、そういう意味ではローンを通すのとお客様に安心してもらうってこの2つを目的にやってる計算ね。なるほど、どうぞどうぞ。はい、で、まずお客様の満足度っていうのを上げるのに成功してまして、はい、基本的にちょっと増えちゃうケースが多いんですね。で増えちゃうと途端に お家建てたくなくなっちゃったりするんですけど、今までですね大体なんですけど8割ぐらいの方に増やすの成功しまして、普通は社長あれですよね、はい、あの私たちも住宅売ってる時にその住宅のローンを組む時って、はい、ファイナンシャルプランナーの方が、はい、こう高いやつをローンを下げる、はい、額を下げる方向に行くのがほとんどじゃないですか。そうですね、今のお話は真逆の話ですよね。真逆ですね、なので、ローンが上がっても大丈夫と、うん、で上がっても大丈夫っていうのはやっぱり家計のことをちゃんと見て、はい、大丈夫なことを一緒に確認する作業がいるんですけど、まあ、そこを今までほとんどやってこなかったじゃないですか、はい、要は返し切るかどうかっていうチェックをしなかったので、うん、返し切るチェックまでするっていう、はい、そのまとも、ま、真面目にですね、はい、やってるだけなんですけど、うん、ただ単純にやると返せないので、うん、そうするとどんな工夫をするかっていうと、例えばローンのコストを下げたりですね、うん、下げるっていうのはいろんな金利を少しでも安いのを選んだり、はい、手数料が安いのを選んだり、うん、またはなんですけど、はい、例えば住宅ローンの返し方も工夫したりですね、はい、でなんとか返し切るっていうのを確認してもらう。先生、あの日本で住宅ローンを扱っている、はい、まあ、団体というか 、はい、あの 業種じゃなくて、はい、金融機関で何社ぐらいあるんですか。それがめちゃくちゃ多くて、日本全体で、日本全体で、はいはい、例えば、保険会社とか、はい、20とか30とかなんですけど、あ、保険会社は、はい、たった、だから多くて40とか、はい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 、はい、で住宅ローンに限っては約1000ですね、はい、980ぐらいです。だから選ぶのがとっても大変なんですね、うん、例えば農協さんとかもそうなんです、ね、農協もその一つですし、信用金庫さんとか信用組、漁協さんも、はい、漁協さんもやってるんですか、はい、住宅ローンって。老金さんも、老金さんももうたくさんあって、それは数えられないですよね。やっぱ1000種類あるんですか。1000種類で、その中から選ぼうとするとさすがに私も無理できないね、はい、なのでちょっと400ぐらいでちょっと勘弁してもらってるんですけど。なるほどなるほどなるほど。あ、つまりあのあれですか、あの、まあ、900種、あの1000ぐらいの選択肢はあるんだけど、はい、まあ、先生の方があの、まあ、コンピューターとか、はい、あのいわゆる、まあ、スマホとかシステムを、はい、あの組んで、はい、その中であの900ある金融機関で400ぐらいの中で比較検討してるっていう、そういった人工知能を作ったって話なんですか、ね、まず400を選ぶんですけど、はい、400全部入れると数万種類になっちゃうんですね、うん、数万種類ね、はい、なので基本的に安そうなやつも30社ぐらい選んで、うーん、ね、基本的にその30社を選ぶのは先生が選ぶんですか、 AI が選ぶんですか。
基本的には過去の実績。あ、過去の実績ね。あ、なるほど。で、その30社の中から商品を1000種類選んで、で1000種類をだいたい4000回ぐらい計算するで、安いのを探すっていうことをやってます。なんでその4000回も計算しちゃうんですか。そこがなっちゃうのか。あ、1000種類を金利が変わんない場合とかちょっとだけ上がった場合とか、いろんなパターン、いろんなパターンがあるんだ。今はやっぱ金利の上昇がすごいみんな心配してるので、なるほど、そうすると家計にどれぐらいやるのかって数字見ないと分かんないじゃないですか。僕ちなみにヤマダホームズの社長時代、ヤマダホームズの代表会長時代、はい、あとヤマダ住建ホールディングス の、 代表取締役会長時代、はい、高崎住んでたんですよ、はい、で、まあ、ヤマダ電機グループなんで多分群馬銀行と縁が深いじゃないですか、はい、私当時 0.75 で借りてました。お、まあ、今でも 0.75 なんですけど、はい、それ安すぎますよね。それ固定でってことですね。固定です、固定です。激安です。激安激安30万ですね。だから、まあ、もう一回整理するとですね、今日これをなんで僕がですね、はい、MRI でこんなことやってるかっていうこと、もう一回整理するとですね、これぜひ小布袋さんの経営者の方に聞いてもらいたいんですよ。で、まあ、今日はね YouTube 番組なんであんまり固い話してもこれ嫌いともしょうがないんで、まあ、ザックバラの話で話してるんですけど、うん、やっぱり小布袋さん、やっぱり住宅ローン通った方がね、これを聞いてる小布袋の社長今いらっしゃいますんで、やっぱりローンが通った方が受注増えますよね、やっぱね、こうちゃんね。そうですね。で、まあ、さっきちょっと、まあ、これ固有名詞出していいと思うんだけど、先生からさっき許可もらってですね、今実は私いわきの会社の、ある会社の顧問してるんですよ。で、そこはもともと材木屋がメインであって、で、まあ、住宅部門があったんだけど、やっぱり住宅ローンが先生言った通りですよね、単価が高くなってローン組めなくて受注が取れなくなったと。で、まあ、こんだけあった受注がですね、どんどん落ちていったんですよね、それである会社を通じてですね、増田さん顧問やってくれって言われて、今一生懸命顧問やって立て直しも図ってるんですけど、やっぱりポイントはやっぱり住宅ローンですもんね、住宅ローンが通んないと飯食えねえですよ。ですから今日はこれ工務店の社長さん多分聞いてらっしゃると思うんだけど、やっぱり住宅ローンを通す、どうしても通したいって時はぜひ先生のとこに、もしくは北条にですね、問い合わせいただいて、通るノウハウっていうのを学んでほしいなと思ってます。で、今日はちょっと甘い話をして、そのいわきのある会社の方で、まあ、僕に先生お願いしたんだけど、まあ一つの例としてね、何店舗が通ったよっていう実績があって、それで逆に通ってよかったですよっていう番組をまた次回やりたいと思うんで、はい、先生よかったらちょっと私も今後やってる会社なんで、ね、協力していただけるとありがたいです。頑張ります。言っちゃったからね。はい、どうぞ話してください。はい、まあ、そうですね。かで、ローンを通す時のポイントってそんなにたくさんないですね。ああ。ね、だいたいダメな、今までは大体ダメなのは信用情報に問題があるケースなんですよ。あ、お施主様の。はい、お施主様。ああ、なるほど。この前もあったんですけど。先生は全部個人ですよね。法人じゃないですよね。はい、はい。なので例えばいわゆるブラックになっちゃってるとかなり厳しいんですね。ただ地域によってはブラックでも大丈夫だったりするんで。例えば全部がブラックがダメってわけじゃないんですか。あ、そうなんですよ。あ、違うんですか。はい、例えば福岡銀行さんとかはブラックでもその内容を見て、ちょっとはその引っ越しのせいで、例えばツタヤの会員の数百円の引き落としを忘れちゃったとか、こんなのはそれではブラックになっちゃうんですか。ブラックになっちゃった。だから2ヶ月放置するとブラックになっちゃうんですけど、引っ越しすると気づかなかったりするんで。なるほど、確かにそうですね。でそういうような人を見て、あ、これは警備だなっていうと、そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。その原因まで分かるんですか。原因まで調べます。あ、なるほど、はい、なるほど。でそれをちゃんと説明して納得したら貸してくれる代わりに金利や保証料が高いっていう、ね、なるほど、なるほど。でもちょっとぐらい高いんでもいいやっていうのもありますし、うん、なるほど。ちょっとぐらいって大体何パーな、2.5 が 2.8 とかなるんですか。それぐらいは軽く上がります、ね、上がる。 0.23 は、はい、0.23 上がる。あ、でかいね、 0.23 上がると。で、まあ、ある銀行だと保証料が普通 2% ぐらいなんですけど、はい、4% とか 4% 5% とか、まあ、激しく
上がったりします。保証料って最初にローンを組むとき払う金額そうですねですよね。例えば3000万借りたら2%だとお投資みたいなもんですか。そうですお投資みたいなもん。そうそうそう2年一律ください。お投資ローン、はい、お投資みたいなもんなんですね。なんかそういうふうにちょっとこう負担はあるんですけど、ね、今買いたいっていうのもあると思うんですね。なるほどね。今インフレの時代なんで早く買った方がいいんですよ。はいはいはい。経済指数上がっちゃう前とか金利が上がる前に買わないとそれだけで100万どころの詐欺じゃないんで。なるほど。先生の今までのローンの選び方によって、はい、まあ、仮に住宅ローン35年ローンとしてですね、はい、A 社と B 社と C 社と例えば3つあったとして、はい、で普通は A 社しか、ね、こう知らなくて、はい、そこでやろうとしたんだけど例えば B 社を使ったら、はい、先生の今までの例で言うと、はい、どれぐらいのそのローンの差額っていうのがあったのかちょっと教えてほしいんですけど。まあ、ローンの差額非常に難しいんですけど、はい、それは金額によっても違うので、はい、じゃ仮にまあじゃあ例えば3000万の家とか3000万、はい、3000万の家土地が1500万ぐらい4500万、はい、であの所費用大体300から500万ぐらいですね、はい、だから5000近いぐらいですよ ね,、はい、ですよね。でこれぐらいだと大きいと多分300万とか300万、はい、大きい300万も違いが出るんですか、はいはい、これ聞いてるあの何でしたっけあの鳥越アズールのアズールじゃないや鳥越アズールのスタッフの方々、うん、多分先生と名刺交換した方がいいと思います。本当日本で先生一人だよねこんなことやってるのね。マニアックにやってる人ですよね、うん、で実は本当あの工務店の方々を今日聞いて、まあ、私もちょっとふざけてますけど、はい、本当にローンが通んない方ぜひあのまあ、うちの北条でもいいんですけどあの先生に、まあ後でコンタクトのやつあの URL を概要欄に貼っときます。概要欄に貼っときますけど、はい、ぜひあの相談された方がいいと思います、はい、これを聞いてる今そこで聞いてるスタッフの方々も、うん、あのそうそうあの結婚されて多分いろいろ家建てると思うんですけど本当になかなか宝物なんで、はい、いやねこれ本当にねこの話は銀行が嫌がる話ですよね。はいね、銀行の方見てるかちょっとわからないですけど銀行が一番嫌な商品を隠してる商品を出してくる、うん、でそんな作業です、ね、300同じもん、ね、銀行もやっぱり商品で隠してるんですかあいつら知らないふりしたり、まあ、売りたい商品はもちろん皆さんこれを選んでます、ね、なるほどなるほどなるほど。じゃあよくあのネットでランキングってあるじゃないですか。ありますね。例えば何々銀行、はい、楽天銀行とか何でもいいですけど、はい、あのランキングっていうのはどれくらい信憑性があるんですかね。もう超あれを見て選ばないでっていう気持ちでいっぱいですね。あ、そうなんですかあれ、はい、でも一番分かりやすいのは、はい、例えば3社 Google で、はい、あのランキングって言って探すと上位3社見るじゃないですか。ある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 。例えばベスト5見てもう全然一緒じゃないでしょ。例えばよく週刊ダイヤモンドとか、うん、ああいうの信じていけないんですか、はい、だからその何のランキングかなんですね。ああ、なるほどね。人気ランキングとか書いてあったり、人気ランキングだったら誰がその人気を測るんだみたいな。だって人気ランキングだって誰がそれ決めてるんですかね。そういうことなんです ね。そうするとまあアフリエイトかなとかですね。あ、なるほど。ただでやってるんで、なるほど、どっからお金が入ってくるのかっていうとそういうことかなっていうふうに思っちゃいますね。あとなんかまだ画面ありましたっけ、はい、何枚か、うん、まあ、まだあるんですよ、ね、ちょこっとだけじゃあ最後、はい、せっかく作っていただいた、まだ7分あるんで、ね、はい、大丈夫ですよ。終電報酬ってますか。はそうですね、はい、これはもうさっき あれ話してないかですね、はい、では次に、はい、でこれもどんどん次に行って次に行ってて、はい、あ、これですね、これですね、はい、すみません、はい、どうぞ。これどうぞ。いいですか。修繕保証プラスっていう、はい、あのちょっと商品をこれやって約10年ぐらいやってるんですけど、これは何かっていうと修繕費用ってあのマンションだと修繕積立金って言って強制的にやらされるじゃないですか。いや、高いですもんね。だけど戸建てって誰も準備してないですね。確かにしてないですね。で実際にあの何か起こると、うん、手持ちにある現金の範囲で何とかしようとするんですよ。なるほど。そうすると例えば100万しかちょっと子供もある入学もするんで大学行くんでちょっと100万しか使えないとかなると本当は150万の工事しなきゃいけないの、うん、お金足りないみたいな感じで、うん、そんな予備費取ってないもんね。そうなんですよ。だそういうのをあらかじめちょっと準備をするための商品。それはあのローンを組んだ
時にそれを準備しちゃうんですか。そうですね、組んでる途中で準備するんですか。どっちもできるんですけ ど、あのローンのところでうまくやっちゃった方がき、あのすごく楽に準備、今余剰金を最初から頭に入れてローンを組むって話をされてるんですか。そういうことですね。はい、そういうことです。修繕保証が最初から家を建てた段階でついてるようなイメージですか。そのイメージです。あ、いいですね。で、例えば110万円をちょっと管理料という形でいただくんですけど、35年間で198万円分の工事ができるっていうふうになってます。それはあのあれ、運用するから。そうです、運用するから。はい、でこれあのいつでも198使えるわけじゃなくて、あの 時期によってあのできるお金が変わってきて、はい、例えば110万円やったら、はい、まあ、10年間はほとんど使えないんですけ ど、 なるほ ど、 なるほど。11年目から110万円分まで使える。うん、もう一回話戻りますけど、あの先生が住宅ローンで貸すわけじゃないですよね、これね。貸すのは銀行が貸すんですよね。はい、そうです。ですよね。はい、だから銀行と交渉して、そういったことを銀行さんのローンに付けさせた商品をいわゆるお施主様に提案するって、そういう感じですよね。そういう感じですね。あ、なるほど。でもうここで分かりやすく言うと、ここでリフォームの工事も取れるんじゃないか、はい、ということですね。で、どうやっても100万じゃ効かないじゃないですか。効かない、はい、効かない。200万でも効かない人は二口入ってくださいっていう感じ。まあ、僕もずっとね、あの、まあ、うちの北条もあの住宅会社長いんですけど、まあ、僕も実はあのタマホームって会社 の、 あの最後専務を拝命してたんですけど、ちょうどあの、まあ、玉木康弘さんという、あの本当、まあ、僕から見たら本当恩人です。本当あの住宅をですね、一から教えていただいた恩人の玉木さんという、まあ、あの今タマホームの会長をやってますけどね、まあ、うちの北条もよく知ってますけど、まあ、その方に、まあ、アキラシステムというものを、まあ、提供させていただいて、まあ、あのタマホームって会社を、まあ、作っていただいたというか、まあ、おこがましい言い方なんですけど、当時あの福岡の矢部であの実は住宅事業を展開してですね、当時はですね、先生ね、頭金10万円、うん、あと全額ローン、はい、でそれでずっと売ってきました。確か当時 あの1棟あたりの単価どうだろう、こうじゃ1400万とか1000、ね、ね、そんなもんだったよ ね、 ね、45坪ぐらいでもあっちゃありましたけど、ね、そうですね。で実際まだ坪単価24万8000円という形で広告を打ってですね、実態のやっぱり、契約が多分35万から40万だったんですよ、うん、引き渡しか引き渡しかで、ね、で40坪で1600万じゃないですか。まあそんなもんですよね。そうですね。で頭金10万円であと全額ローン、それでもですね、当時まあもう当時の時効の話なんですけど、10万円分の頭金払わない方いっぱいいました、やっぱり、うん、いっぱいいました。でそれでやっぱりこう急成長してきて、まあ、今本当ね、あのいい会社になって、僕も本当良かったなと思う、 OB としてはね良かったなと思ってるんですけど、本当やっぱりあの金融政策というか、やっぱりそのローンをどうやって通すかっていうことが、うん、やっぱり住宅事業をやってる方の命ですよ、生命線ですもんね。そうです ね、 ですね。やっぱりね、あの家を買うとき、まあ、大体1回3回買う人4回買う人いますけど、最初にローンを勧められたローンをただそのまま鵜呑みにしてやるんじゃなくて、今日せっかくこれを見た方はですね、ローンは選べるってことをぜひですね今日覚えていただいて、自分が例えば勧められたローンが本当にそれがいいのかっていう時に悩んだ時に、あ、そういえば小郷さんって社長が何か言ってたなと。まあ、今日またここであの概要欄にあのホームローンドクター株式会社様の URL ホームページ画像とかもどんどん出てきますので、ぜひ見ていただいて、あのローンの選び方をですね学ぶだけで、本当に300万、同じ住宅買うのに300万違ったら300万使うのはあっという間ですけど、貯めるのはものすごく大変です。大変、ね、だそれをぜひですね、今日せっかくのこうご縁でタイミングがあった方はぜひですねローンを選ぶっていうのを今日覚えていただければなと思います。はい、まだあと1分あと1分あります。はい、なんか社長あれ全部終わりましたっけ、あれさっきのやつは。はい、いや、基本的にはそのさっきのスマートランキングって呼んでるんですけど、だからその人だけのランキングなんですね。だから借入金額とか、あと癌断診つけたいとか、癌断診、癌断診、あ、断診の癌、断診の癌、なるほど、でそういうのに合わせて安いの探すので、断診の癌って癌、はい、になった場合の断診のこと言ってるんですか。そうですね、癌に特化してるんですか。そうですね。あ、なるほど、自分でだから納得して選べるとですよね。そうですね、銀行任せじゃなくて、はい、これは新しいですね。はい、
まあ、ですから、まあ、あの MRI としてはですね、やっぱり工務店さんの支援策をやっぱりうちの会社もやってるんで、はい、まあ、ぜひあのこれを聞いてる工務店さんの経営者でいらっしゃったら、あの MRI もしくはあの大郷さん、ちょっと大郷さんって漢字が難しいんでね、ちゃんとあの下にこう貼っとくんで、そこに問い合わせしていただけるとありがたいと思っています。はい、じゃ最後こちら、あと、20秒ありますけど、なんか20秒ですか、うん、なんか9、いや今日もあんまり用意してなかったんですけど、ね、目がね真っ赤なんで、これ可愛いっすよね、これ1個俺、買いたいです、パンダ、はい、あと10秒です、はい、じゃあ皆さんまたあのまた2週間後 MRI 増田総研の、はい、まあ、またラジオ YouTube やるんでまた見てください。今日は本当はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。すいません、失礼します。ありがとうございます。終わったかな。